さて、それでは今回は個展を振り返っていきたいなと思います。画像を他で掲載したものなんですけどね、いくつか用意してまして、もうこの1枚目見てもらうと分かるんですけども、雨粒がたくさんついてて、もうこれが初日、準備日初日とこんな雨の状態で、もうすぐにこの看板もダメージ受けちゃったんですけども、6日間、準備日入れて6日間ですね、会場を貸していただいて、まあおかげでいつもよりかなり長め、だいたい3日か4日ぐらいなのかな、なんですけど、6日っていう長い期間にしたことでなんとかバランス取れたかなとは思ってるんですが、これが、準備日ですね。朝一で、傘を広げたら風とかじゃなくてもう劣化しててバラバラに傘がこう砕けてですね、めちゃくちゃ気持ちが落ち込んだのを覚えてるんですけども、かなりその、まあ、最終的にはうまく なんとかバランス取れたんですけど、1日目2日目準備日1日目2日目ぐらいまではもうボロボロの状態ですね。3日目もだったかな、まず雨の前に台風かが前の週かその前の週かにあって、で車ちょっとお願いしてたんですけど、その搬入用にね、それも、ちょっと出せないっていうような状態が一度ありまして、で他の友達が急遽レンタカーで借りて来てくれるというような状態、まあ最初はなしで行けるよという話してたんですけど、いざこう天候を見てると土砂降りになるんちゃうかいうことで、実際もほんとびしょびしょなりながら搬入搬出をした、搬入をした1日目になりました。なかなかね、本当にあとこうトラブルが別件でありまして、展示会とはまた別なんですけどね、その方でちょっと僕も時間を取られてですね、3日目だったかな、半日会場にいないというようなことがちょっとご迷惑をかけしてしまったんですけども、まあまあ、長い間今まで展示会してきて、個展ももう9回目ですし、展示だけで言うともちょっと何度やってきたかわからないんですけど、いろんな展示経験した中で一番、最悪のスタートだったかなと思います。で、まあ、作品的にはね、この今ちょっと載せてるような紙のロボットとか、紙のっていちいち言わなくても全部紙なんですけど、このシリーズをちょっと力を入れて、で、テーマとしては質感です。いかに高級感を出すか、もう今までは紙じゃないものに見せる、白い、これ全部白い紙ですけど、それに塗装してコーティングして紙じゃない革に見せたり鉄に見せたりっていうようなやり方をしてきたんですけど、さらにもう一歩踏み込んでもっと綺麗な状態、ただ鉄に見えるとかプラスチックに見えるじゃなくて、さらにそこからこう見栄えのいいものにできないかなということで、ちょっと写真でうまく伝わりにくいんですけど、この高級感ですねっていうものを出せたんじゃないかなと。結構来てもらった方にそれもこう言ってもらえたので、最近のやつってすごい質感面白いですよねって言ってもらえたんで、いやもうそうなんですってめっちゃ喜んで話したのは覚えてるんですけど、まあそういうテーマでやったところかな。で、まあこの武器のシリーズ、武器は、ない方がいいっていうような話があって、実際やっぱ今回も展示会の中ではそういう話がいくつか出てて、やっぱりこうね、いい印象だけではないので、こう なんやろうな、かっこいいっていうのが大半やとは思いますけど、やっぱり中にはこうね、イメージ的にも良くないというのもあるので、飾るにはね、ちょっと今までは避けてた分野だったんですけど、新たにこう取り入れてみて、で面白かったんで、またこの辺りね、新作でいくつか入れていこうかなと思ってるところです。これ中身ですね、素の状態、今回はこれかなり出しました。こういう、コーティングしてない状態のもので、これが今まで来てくださってた方たちからするとちょっと新鮮なところもあったとは思うんです。かなり、このシリーズも売れたかなと。この白の割合が多い展示会ではあったんですけど、最終日には結構もうそれがなくなっているような状態にはなりました。まあ、ありがたかったなと。全般的にイヤリングとかネックレスとかね、いろんなものを出してきたんですけど、どれも、一応一通り
買ってもらえたので、どれもテーマとしては外れたテーマはなく作れてたのかなと思います。これなんかもすごく古い4、5年前、もっとかな、ちょっと適当に言うてますけど、何年も前の作品ですね。でこれ改めて見た時に、この作り込み具合ですね、技術的にはほぼ変わってないです。もうずっとここ何年もこう展示会って自分の作品をもう一度改めて見れる一番いい機会だなと思ってて、しまい込んでるものとかね、そういったのも一度にこうバッと出して、自分の今までの流れを見ることができるっていうのがかなり利点かなと思うんですけど、今回これ見た時に技術的には変わってないけども作り込めている、これ元はスニーカー靴をテーマに作ったんですけど、それにこうカメラをつけてみようとか、図面を入れよう、ジャッキを置こうとか、タグをつけてみようとか、いろんなことをやってて、で、まあ、これちょうど見比べてもらうと、これは質感にかなりこだわってるので、質感的にはね、車とか列車とかのこのね、フォルム、綺麗な光沢のあるフォルムっていうのが、この今回はそれに近いものが出せたかなと思ってるんです。ちょっと写真ではね、あんまりうまく光取り込めてないんですけど、その質感は出せてるものの、じゃあ作り込めてるか遊べてるかっていうとね、その靴の先にカメラつけたとか、図面を中に入れてみたとか、そういうのがなくて、まあこれ普通にロボットっていうモチーフからは大きく動いてないので、やっぱり作り込むっていう作業をもう少しした方がいいのかなと、いろんなところに、顔を出してるというか、だんだんと作れるものが増えてきたことによって、テーマをコロコロ変えてしまってるので、それもまた面白みではあるんですけど、もう少しこう作り込んだね、これもそうですね、 USB ケーブルがコントローラーじゃねえわ、なんじゃ、スニーカーから生えてたりとか、で靴の先のとこはこう旋盤の、ホルダーですね、バイトホルダーがついてたりとか、実際にはまあありえないもの、こういうのがやっぱり作ってて面白いので、また改めてね、こういった作り方っていうのをやってみようかなと思ってます。こう自分自身からいろいろこう学べるような、もう芸歴になってきたのかなと。特に今回テーマにしたのが、真っ白な教科書ということで、自分の作品ですねを見た時にこう教わることが多いというか、若い時の自分と、まあ、今も大してそんな変わってないですけど、いろいろ見比べていい、展示になったかなと、自分としては得るものが大きかった展示会でした。こう準備が終わった段階で、これはまた一つこう自分の作品自体がね、いい方向に向くなというのを感じました。であと、やっぱりね、今回大きかったのは、1日目2日目の段階でやっぱり心が折れたんですよ。いろいろこうトラブル、3日目ぐらいまであったかな、いろんなことが起きて、で嬉しかったのは、このネット環境、ネットのつながりの人たちが会場に来てくれたっていうのがすごい嬉しくて、インターネットって顔も名前も職業もわからない、まあ、年齢もわからないとか、そういったこうそれが普通、全然なんやろ、当たり前というか、そっちがデフォルトですね、まあ、もうマナーの域なのかな。特にその名乗る必要もないし、そこでこう仕事何してるんですかって聞くこともないし、やっぱりそのあまり踏み込まない環境の中で、うちみたいなね、もう何やってるかわからんところを信用して来てくれたっていうのはすごく嬉しかったですよ。やっぱ怖いと思うんで、アート系のイベントとかって、特に個展なんていうとね、誰が何やってんねんって、その場所もね、また梅田とかじゃなくて今回野田だったんで、余計に来づらいと思うんですけど、そんな中で九州とか滋賀とか東京とかで、大阪も近いとはいえね、やっぱりその足が向く分野ではないので、なんか
顔合わせて話させてもらえたっていうのはすごく感激しました。こう1日目2日目の段階でちょっと思ってたのは、もうネット YouTube とか、それぞれの SNS 関係の告知っていうのを常にやってきたんですけど、やめた方がええんかなってちょっと悩みました。で、前回のもう2年前かな2年前3年前2年前かの展示個展の時は1組だけ Twitter で見ましたって来てくれはったんですけど、それがなかったら今まで続いてたかどうかわからないんです。やっぱりそうやって来てもらえたことで、あ、なんか宣伝活動してきてよかったなって思えたんですけど、今回ね、それが先細りになって誰も来ないってなったらどうしようっていうのが、まあ、1日目2日目の感じで、その会場行くよっていうふうに言ってもらえてたんですけど、それでも僕は半信半疑というか、この展示会っていうのは本当にわからないんです。本当にわからなくて、絶対にこの人は来てくれるっていう人がその日仕事が入ったりとかね、いろんなことが起きるので、こればっかりはもう自分自身もあんまり期待しすぎないようにしようって思ってて、で、ネット環境で、まあね、YouTube なんか特にいろんな人に見てもらおうと思ってゲーム配信とかいろんなこと、まあこれもかなり趣味として楽しんでますけど、やってみたりとかしてきたんですけど、宣伝活動の向きが違うのかなっていうところで、かなり悩みました。1日目2日目どうしようかな。これはもう作品をどんどん作った方が、配信したりとか画像を載せたりしてる時間も全ても作品作りに持っていった方がいいのかなって悩んだんですけど、僕の希望としてはやっぱりネット環境でもう少し勝負してみたいというのはあったので、こう実際にこう会場来てもらって話ができて顔が見れてすごいこう励みになりました。で、今回その気持ち、かなり気持ちがテーマになった展示ではあったんですけど、その何て言うかな、会場に来なくてもずっと応援してくださってる方たちっていて、それはやっぱ来れる距離じゃない人たちもいるんです。で、そんな中でもいつもこう常にお花送ってくださったりとか、メールしてくれはったりとか、いろんなつながりをここ10年以上、持ってくださってて、本当に気持ちの支えとして僕にとって大きな存在の人たちっていうのがいて、で、今回8年間かな、メールでやり取りしてた方が初めて個展会場来てくれはって、その人は和歌山なんですけどね、ちょっと簡単に出てこれるような距離じゃないんですけど来てくれて、もう何分その前に会ったのが 7,8 年前なので、もう一瞬分からなかったんですけど、やっぱ嬉しかったです。自分会えたことがまず一番嬉しいし、で、自分の作品を見てもらえた、個展を見てもらえるっていうのはかなり大きいので、なんか、あ、縁があるな、こういう縁もあるんやなという、本当に、やってよかったなと思える展示になりました。で、気持ちの面の話な、これするとなんかややこしなってくるかな。うまく喋れるかわかんないですけど、何かを継続することっていうのは、まあ結構難しいことだと思うんですよ。変わることも変わらないことも難しいことだと思うんですけど、そういう中で、何か大切なもの、継続することに対して大切なものがあるとしたら、僕は結構それを持ってる方だと思うんです。特にものづくりに関しては、何かが、途絶えたり終わったりするのっていうのは、まあ予算的な問題とか社会的な問題とか、その人間人材的な問題とかいろんなものがあると思うんですけど、その続けるっていう意味で言うと、
そういったところに足りない何かを僕はずっとこう追求してきたというか、まあ続けてこれた、持ち続けてこれたところだと思うんです。だから会場の雰囲気とか作品っていうものに対してこう乗せてる思いとか気持ちっていうのは、そのどこかの誰かに足りないものっていうのを持ってるので、例えばジャンルが違ったとしてもね、これが紙じゃなくて鉄だったとしても、で僕みたいに一人じゃなくてたくさんの人たちの中でやってる取り組みだったとしても、何か生かしてもらえるものがあるんじゃないかな、こう参考にしてもらえるものがあるんじゃないかなというふうに思えるだけの、作品作りを自分自身はしてきたし、それだけの時間を過ごしてきたので、こうまあちょっとこうなんやろな、見てほしいなっていう気持ちはちょっとありますね。きっとそのものづくりに携わる中で何かこう参考にしてもらえる雰囲気とかそういうものがあるんじゃないかなと、何言ってるか分かんないですけど、この辺に、これはこの辺にしとこうね。もう一つ嬉しかったのが、まあやっぱりこうね、人との出会いになってくるんですけど、会場にもたくさん生徒たちが来てくれて、で先生たちとか、事務方の人とかね、みんなもうそんなに、僕は結局1年でね、もう学校関係から抜けてしまったんですけど、そんな、まあ、アルバイトな僕の展示に来てくれて、で友達連れてきてくれたり、何度も来てくれたりとか、それぞれ宣伝してくれたりとかね、なんともありがたいなぁと、一挙にこう年齢が若返った展示になったんですけども、うん、こういうつながりがね、こう大切にできるように、でまたこう僕が返せるようにね、なんとか本当に毎回、毎年展示会のたんびにお花いただいたりすると、あもういつまでもこうね、応援ばっかりしてもらってて僕から返せてないなと思うので、なんかあんまりね、そのテレビの話ちょっと一回ツイッターでしましたけど、なんか話が来ると断ってしまう、常に何かこうね、僕はチャンスはピンチだっていうのを常に言ってて、ピンチはねチャンスに変えれるんですけど、チャンスっていうのはミスると一挙にピンチになってしまうので、あんまりなんかね、テレビとか出て笑い物にされてっていう風にはなりたくないなと思うし、選手権とか、まあないけどね、コンクールとかそんなんもね、出ないので、でも改めてこう何らかの形でね、僕はもう少しこう頑張ってね、せっかくこう珍しい、世界でどこにもないものを作っているので、もう少しね、こう名前出していけるように頑張っていこうと思える、本当にこうありがたい展示会になりました。でまあYouTube とか、いろんな媒体の中でもう今生徒たちが応援してくれてるので、これはね非常に怖いですよ。みんなまあ可愛げのあるコーラですけど、まだね生徒なので、学校の塊の中でみんな移動してるから、これがまたもう1年2年したらね、社会に出てそれぞれ大人になって、もう僕なんかよりもまた違ったそれぞれプロの世界に入っていくので、いろいろ話聞かしてもらったり、また何年か経って会えたりするのも楽しみだなと思うんですけど、とりあえず現状はもう怖いね。こう一つの型、学校として動くとやっぱりこう何が起きるか分からへんから、まあみんなあんまりこう怪我とかトラブルとかないように、頑張ってほしいなと思いますよ、本当に。急激にね大人にはなれないので、どうしても求められるけど、18歳から就職っていう人たちが多いかなと、今は特にその方が魅力があったりするんでね、多いかなと思うんですけど、まあそれが大学生だったとしても、もう少しずつね大人になるっていうことを経験していくのはすごくしんどいし、ある日突然ね、残業しなさい、有給ありませんとかっていう風に
言われる、もう本当それは急に言われたらブラック企業になってしまうと思うんですけど、みんなせっかく魅力があるんでね、こう、ちょっと耐え時、難しいな、嫌やったらやめりゃいいと思うけどね、まあちょっとこう我慢して勉強時やとか、就職活動頑張らなとか、仕事でいろんな人に顔を覚えてもらおう、手に職つけようっていう段階っていうのはすごく苦しいんですけど、まあ、2、3年我慢したらまたそれは他でも活かせるようになるとは思うので、まあ、そのそういったものを経験した後にこうゆっくり話ができるのが楽しみだなと。現状とりあえず今はおとなしくしてくれというのが僕からの、多分このなんだろう、 YouTube なり Twitter なり 見たりすると思うんですけど、まあ怖いから、とにかくこの何でしょう、最近プロ野球 VS の配信を始めてね、この YouTube だけに限って話すと、ああ野球関係、野球ゲーム関係の人がフォローしてくれること増えて嬉しいなと思ってたんですけど、どうやらそうじゃない可能性があって、悪ノリでチャンネル登録している生徒たちがたくさんいるみたいなので、なんとか仲良くやっていきましょう、ここは自分にとってはね、僕にとってはまあ本当に、もう気がつけば最初は宣伝とかね、でまあ、ゲームの仲間、ネット仲間みたいなのができたらいいなっていうので始めて、もう今で丸3年経った YouTube ですけど、まあ、YouTube 以外も全部それぐらいの歴かな、なんだけども、もう気がついたら僕にとってはすごくこう、まあ、大切なものになってきているので、何かがあってチャンネルを閉鎖しないといけないとか、そういったことにはできるだけなりたくないので、皆さんそこはね優しくしてもらえたらと思いますよ。で、今きっかけはこう、先生チャンネルやってんのみたいなところだけど、みんながこう大人になった時に、改めてこう会って話ができたら楽しみだなと思ってます。みんなそれぞれね、よくテレビで素人って言うけど、基本的に一般の人たちの間に素人っていうのは存在しなくて、それぞれ何かのプロなので、やっぱりね、その長けたもの、その何年間後にね、それぞれが追求したものっていう話をするのはすごく楽しいので、今回もね、小学校6年生だった子、昔僕が10代の時にボランティアで工作教室の手伝いをしてたんですけど、その時小学校6年生とかだった子が今年22になって会場に来てくれて、まあ、よくそういうことがここ最近起き始めているので、もう僕よりしっかりした大人で、いろいろアドバイスしてくれて、まあ、昔からそうだったけど、そういうのってすごく楽しいし、僕にとって大きな財産なので、まあ、僕もね役立てるように頑張りたいなとは思うので、とにかくみんな、まあ、トラブルとか、あとまあ健康面もね、なんやかんやで若くても何か起きることっていうのはあるのでね、体調管理しっかりしてね、それぞれがまた何年か後に会えるようにできたらいいなと思いますので、まあちょっとこれは連絡なのか何なのかわからないけども、ちょっと一言入れておこうかなと思います。まあみんなと出会えて本当に面白かったなと思いますよ。さあ、ということで、語る配信、また他でもやりたいなと思ってます。語る配信面白いやんって言ってくれた人が今ちょっと体調崩してはんのかわかんないですけど、ぜひまた見てもらいたいなと思うので、もっとしっかり踏み込んだものづくりについて酔いしれた配信というのを近々やりたいなと思いますので、それもね、長々としてしまうんですけども、よかったら見てもらえたらと思います。で、プロ野球 VS とか、ゲーム配信の方もね、そろそろ、僕の周りにはゲーム配信、プロに近いような上手い人たちがたくさんいるのでね、一緒にやっていけたらと思いますので、それも、よろしくお願いします。で、作品の方は、そうだな、頑張りたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。あ、違う、会場来てくださった方とかね、もちろんね、それ一番嬉しいんですよ。会場来て顔を見れたっていうのは嬉しいんです。で、それから
ネットでねリツイートかけたりとか、もうなかなかリツイートボタンって押してもらえないもんなんですけどね、リツイートして宣伝してくれた方で、それからコメントくださった方で、まあ陰ながら応援してくれてる人たちっていうのが、僕の大体熱狂的なファンの人たちって、なぜか陰ながら応援してますっていうコメントが正月によくいろんなとこから届くんですけども、そういう方も多いと思うんですけども、まあ皆さんのおかげでですね、なんとか第9回の個展無事終えることができました。個展が終わるとね、気持ちが落ちて10回とかやりたくないとか、次やりたないってなるんですけども、なんとかまたね、いい思いで、終わることができたので、で次回第10回、記念すべき10回というのを、開催できるように頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様では工房の活動を紹介しているラジオ動画、制作した作品を紹介している作品動画、それからゲーム実況、フレンドさんとのコラボ実況、フレンドさんを招いてのフリートーク会など、いろいろな動画を掲載しています。また、工房の活動詳細についてはインスタグラム、ツイッター、アメブロ等でも載せていますので、そちらもチェックしていただけたらと思っています。年数回作品展なども行っていますので、お近くの方は足を運んでいただけると嬉しいです。宣伝の多いチャンネルになりますが、今後ともよろしくお願いいたします。ではまた。